もナオチンです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日ですけども、モートレアの新しいビルドが完成しましたのでご紹介していきますね。クリティカル特化もめちゃくちゃ強かったんですけども、こっちもおすすめとなっております。まずジョブですけども、レンジャーですね。そして武器種はナイフです。やはりレンジャーでナイフはめちゃくちゃ強いよね。そしてアビリティシードはこんな感じでつけております。防御力、耐久力だねを極限まで上げつつ、状態異常にしやすくするアビリティシードを多めにつけております。石化アップで、石化状態を 10% アップするでしょ。で、悪なき挑戦で、さらに 10% で、状態異常付与で 5% で、ストーンで 5%、合計 30% ですね。30% の確率で、石化させるという風になっております。まあ、そして、クリティカルアップを2つですね。で、クラスアビリティはこんな感じ。まずのけぞり耐性を 100% 上げております。で、クリティカル率アップですね、 30% で、天中で、クリティカル発生の時に 10% で即死させます。で、月影でさらにクリティカル率を 70% アップ、もうほぼほぼクリティカルで攻撃することができますね。で、そして、ルクをたくさん入手できるように、まあ、お金は大切だよっていうことでこの2つを入れておりますけども、まあカンストしたら取ろうかなと思ってます。そして運命の導き、特殊攻撃ヒットの時に、30% の確率で状態異常にするというやつです。で、神の采配で状態異常の敵を 10% の確率で即死んで、こっちで、状態異常の敵を攻撃した時にダメージを 40% アップ、これはなくてもいいかなと思うんですけどね。で、星の巡りで、40% の確率で敵全員を沈黙状態にする、はい、こんな感じになっております。それプラス重要なのが、これですね、鱗粉飛ばし、鱗粉飛ばしで自分を含めた味方全員の、付与率を 20% アップする、これも必ずつけておいてください。パルミナの、スキルですね。取り忘れてたので後から取ってます。エレメントボードはこんな感じですね。風と月、そして火と木、闇、これをマックスまで上げております。まあ、こんな感じで作っております。では早速戦っていきましょう。攻撃力はそんな高くないです。攻撃力は高くない。でも、状態異常にして敵を倒していく感じですね。即死させていく、こういう戦い方となっております。先に進みましょう。パルミナのスキルも入れて 50% の確率で石化させるんですよね。で、さらに、10% の確率で即死させる、もうかなりの確率で、敵をバッタバッタ倒していくことができますので、これはかなりいいかと思います。ただしベリーフィージーの時は必要ないかな。ベリーフィージーの時はもう火力を上げていった方が全然強いので、まあ、難易度が高くなればこのビルドの方が強いかと思います。ベリーハードでやっていく人はもうこのビルドが間違いないですね。敵の HP がものすごい高いんで、即死させていくのが一番早い倒し方になります。どんどん攻撃して即死させていきましょう。普通じゃこんなに早くはね倒せないんですけどね。あ、今ベリーハードです。今ベリーハード、普通じゃこんな早く倒せないんですよね。ガシガシ倒していくことができます。まあ敵のね、耐性とかがあるんで 50% の確率で石化できるかっていうのはちょっと違うかと思う。実際のところはそうね、敵の耐性があるので 20% とか、まあ、15% とかそれぐらいにはなると思うんですよね。でもまあ十分この手数で攻撃していけば特殊であったり、石化であったりさせていけますので、十分使っていくことができるかと思います。
はい、ではまた、最後上の敵を倒しておしまいにしましょうか。で、効かない敵もいるのよね、状態異常が。まあボスはもちろん効かないし、あ、こいつちょうどいいとこいたね、敵に化けてるやつ、こいつには確かね効かない。うわ、こいつなんか設置しないのか、敵化にもなる。あ、まあまあ魔法でうまく倒したんだけども、まあこういうやつとかボスには効果ありませんので、まあその都度、ビルドを変えていくといいかと思います。ボスにはクリティカル特化で、ザコには、この状態異常特化ですね、がかなりおすすめですので、はい、ぜひやってみてください。では、おさらいですね、モートレアのジョブはレンジャー、そして武器はナイフです。で、アビリティシードはこんな感じです。耐久力と、状態異常なんかを極力上げまして、で、そして石化にする確率を、最大限アップさせます。アビリティシードだけで 30% 上げることができますね。で、クリティカルで即死させることができますので、クリティカル率も上げてください。で、クラスアビリティはこんな感じです。まあ一つ一つ、読み上げるのはちょっと面倒なので、まあ、こんな感じでつけております。まあ、この、強奪とスナッチャーは、まあ、入れなくてもいいかな、うん、でもそうね、お金はかなり大事なので、ある程度貯まるまでは入れた方がいいかと思います。はい。で、そしてパルミナにも重要なやつがありまして、この鱗粉飛ばし、これは必ず入れてください。状態異常付与率を 20% アップしてくれます。重要ですね。はい、こんな感じとなっております。ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。